これが新商品のハードコアバイブです。で、全12色あるんですけど、12色とも2タイプ、サウンドレスとサウンドありで、目玉がですね、ノンラトルのやつはゴールドになってるんです。で、サウンドがあるやつ、音ありのやつはシルバーになってます。で、このバイブレーションはですね、だいたい映像が2メートル強ぐらいですね。普通のバイブレーションプラグ、まあ、リップレスクランクベイトに比べて若干深めをトレスすることができます。で、まあ、このバイブの特徴としては、こう着底した時にですね、倒れにくいんで、ウィード もしくは障害物、もしくは木とかレイダウンでもいいですよね、に対してすごく強いんです。あのバイブレーションというと、やっぱりリップレス、リップがないんで、結構そのコンタクトする釣りには結構根がかっちゃったりして弱いんですけど、これだったらかなり回避能力が高いし、引っかかったとしてもまあ深くは刺さらないんで簡単に外せます。で、あとはですね、音割りのモデルはですね、このボディの下の方から音が出て、魚とのレンジ距離があっても食い上げてくるっていうか、突き上げが起こしやすいんで、まあ、あの僕的にはそうですね、だいたい最初に音割りで入ります。フィールドコンディションにもよるんですけど、それでいまいちだったなっていう時は音なしを使います。で、なんで音割りかっていうと、音割りの方がやっぱ答えが早いんで、音割りで入れてみて、でもしくは釣れたとしても、またさらに同じエリアを音なしで使うことによって違う魚が取れたりしますんで、ぜひこの使い分けっていうのを皆さんも使ってみて体験してみてください。